今日岐阜県各務原市の新境川の桜を見に来てます。少し薄曇りというか花曇りというか、気温は20度ぐらいなんですが、残念ながら青空が少し見えません。でもここの桜はほぼ満開でしょうかね、まあ、八分咲きですかね。そんな感じでとても綺麗に咲いております。できれば青空が欲しいんですが、まあ、後日青空があればまた来てみましょう。でもおそらく明日、明後日、土日がピークとなると思います。明日はきっとここはすごい人だと思いますね。もう今日も金曜日ですが、随分人が多いです。